近畿キッズ堂本光一、事務所問題で葛藤、進路転換もしやスノーマン渡辺翔太&ストーンズ森本慎太郎へかけた言葉も語る。近畿キッズの堂本光一が、4日発売のエンタメ専門誌、日経エンタテインメント、日経 BT に登場。事務所問題と、その中で初日を迎えた舞台、ドリームボーイズについて語っている。堂本光一、ジャニーズ事務所問題語る話しているのは自身の連載コラム、エンタテイナーの条件、ない。取材は9月中旬に行われた。事務所社長である藤島ジュリー景子氏、当時、が登壇した9月7日の記者会見翌日にブログでも率直な心境を述べていた堂本だが、そこからさらに踏み込んで思いを吐露、ジャニー喜多川氏の裏の顔は絶対許されるものではない、と断言する一方、被害者の方から見えるものと、僕から見えるものとの間に大きな違いがある中で、一体何が正しいのか、と自問する日々が続いている、と、やるせない胸中を明かしている。